つ目の公園は大府市にある大府緑公園。ピクニックができる芝生広場や大きな遊具、バーベキュー場もある公園です。この公園の水遊びスポットはジャブジャブ池です。池の中央からはおよそ5メートルの噴水が噴き出し、大きな水たまりを作り出しています。水深は深い場所で30センチほどです。池の周りにはベンチと広いスペースがあり、テントやレジャーシートを広げて休憩することもできます。ジャブジャブ池は1年を通していつでも利用できますが、噴水が出るのは午前9時から午後5時まで。また毎週月曜日の午前と木曜日の午後はメンテナンスのためお休みです。その他、水遊びの注意事項はご覧の通りです。2つ目の公園は、阿久比町にあるふれあいの森です。長いローラー滑り台が人気の遊具ゾーンや、デイキャンプ場もある公園です。この公園の水遊びスポットは、浸水広場と呼ばれる人工の小川です。公園内の人工の滝から水が流れていて、足をつけて水遊びを楽しむことができます。足首ほどの深さで水の流れも緩やかなので、小さな子どもでも安心して楽しめます。浸水広場の水が出る時間は午前9時から午後3時半まで。その他、水遊びの注意事項はご覧の通りです。3つ目の公園は、碧南市臨海公園です。高さ7メートルの山からそり遊びができる遊具や、広さ 1.5 ヘクタールの大きな芝生広場などがあります。この公園でひときわ目を引くのは、高さ15メートルまで吹き上がる大きな噴水。こちらは1時間に一度、光と音の演出もあります。また、噴水周りのジャブジャブ池にある水のトンネルや、せせらぎと呼ばれる浅い川、クジラのモニュメントが特徴的なクジラ池など、水遊びできる場所が豊富にあります。噴水の光と音の演出は1時間に一度、午前10時から午後8時までです。その他、水遊びの注意事項はご覧の通りです。4つ目の公園は、東浦町にある山頂公園です。こちらは幼児から小学生まで遊べる複合遊具や、町を見渡せる展望台、ドッグランの施設などもある公園です。この公園の水遊びスポットは、幼児向けの水の広場です。広場の中には小さな噴水が4つあり、定期的に水が出ます。水たまりは足元に少したまる程度なので、小さな子どもでも安心して楽しめます。広場のすぐ近くには屋根付きのベンチがあり、また公園内には屋根付きの大きな広場もあります。噴水の水が出る期間は9月末まで。その他、水遊びの注意事項はご覧の通りです。